これから7回タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。五十嵐が予定通りマウンドに上がっています。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。こういう展開になってくると選手の心境というのはどのようなものなんですか。まあどうでしょうね、集中しろと。引っ張った、これはどうか、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。外に決まりました。ワンボールツーストライクです。ワンボールツーストライクです。高め外れました。引っ張った、ファーストの左抜けました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。2番バッター北条、まあ、点差はありますから攻めのピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですね。ファウルになります。いや見事に振ってくれましたね。うん、高めのストレート振ってしまいました。ここはあっという間に追い込んでいます。このピンチは空振り三振。ワンアウトランナー二塁一塁と変わります。3番バッター糸井、まあスワローズとしては大量リードで余裕があるとは思いますけども、気を抜かずしっかり抑えないと。インサイド落ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライでツーアウト。バッターボックスは4番大山、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。誘ってきましたが見極めています。158キロ、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。エスコバーが抑えて3アウトチェンジです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。8回まで来ました。追いかけるタイガースの攻撃、バッターは5番サンズ。先ほどの打席はインサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには代打の福留。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。アウトコースへ決めました。ツーボールツーストライクです。バッターボックスには7番矢野。大きくリードしてますからまずは1つアウトが欲しいですね。なるほど、そうですね。打ちました。ショートゴロ。エスコバー二塁送球、二塁アウト、一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。バッターボックス木浪、まあ、スワローズとしてはこの終盤でこれだけの点差があるんで焦らずピッチングできますからね。なるほど、そうですね。外2球続きました。このボールには手を出しませんでした。あっと反らしている。サードランナーはサードランナーホームイン。ファウルになります。ランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の原口。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。外低めの球、インサイド際どいところ、ストライクを取ります。この剛速球で打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。青木が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。9対5。
小宮山さん、ここはどのようなピッチングをしていけばいいですか。まあ、もう本当に慌てないことですよね、はい、もうほぼもう間違いないわけですから最後までしっかりと投球をしてほしいと思います。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。落としました。外れます。見逃して三振になります。ワンアウトです。2番バッター北条、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。五十嵐、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高め見送っています。インコース詰まりました。掴んでツーアウトです。バッターボックスは3番糸井、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあ最後のバッファウルになります。打ちました。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。試合を制したのは東京ヤクルトスワローズです。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。